もう少しで聞き終わるからいい子にして待っててくれよ。もう少しで聞き終わる。よっ、ブレイザーの姉ちゃんたち、あんたらも聞き込みに来たのかい。お互い大変だよな、本当に。もう少しで聞き終わるから、もう少しで聞き、聞き込みをしている最中だ。邪魔しないでもらえるか。聞き込みをしている最中だ。すまんが、こちらが先だ。他の場所を渡ってくれ。
そんなもんだろう。しかしこりゃ根こそぎやられちまったようだな。こんにちは。早速取材ですか。ご苦労さんね、あんたたちも。おっと、お前さんたちか。はあ、エステルちゃんとヨシュア君。よかったね、釈放されたんだ。聞いたぞ、軍の連中に廃校でとっ捕まったんだってな。いや、ほんと心配したぜ。何、人ごとみたいに言ってくれちゃってるかな。ナイアルの情報をもとに村に行った結果なんですけど。おいおい、そりゃ逆恨みだろ。ナイアルさんたちも廃校には行ったんですか。そうだよ、昨日のうちにね。ヨシュア君たちは連行されちゃった。しかし逮捕の現場にいたら面白い写真が撮れたんだが。本当惜しいことしたぜ。これだからマスコミの人間ってのは。それよりもこのありさまはやはり空賊の仕業なのかしら。ああ、そうみたいだな。軍の連中も手がかりを調べているらしいが、正直何もないみたいだぜ。そう、厄介ね。記者君、ちょっといいかい。空賊たちは町のどこから侵入したのかわかるだろうか。うん、目撃情報によると西口方面に去ったらしいが。それはおかしいな。西口に入ってすぐのところには市長邸やマーケットもある。それらを襲った方がはるかに見入りが良さそうだな。言われてみれば確かに。ところで、あんた誰？よくぞ聞いてくれたね。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして天才演奏家さ。噂くらいは聞いているだろう。高級レストランでワインを飲み逃げしたっていう。お目にかかれて光栄です。照れるじゃないか。インタビューならばいつでも受け付けてあげよう。あ、いいんですか。頭痛くなってきた。なんていうか、ある意味同じタイプかもね。なんで一緒に行動してるのかは聞かないでおくことにするぜ。ま、それが無難でしょうね。お前らの情報のおかげで今回の紙面は派手になりそうだ。またネタあったらよろしく頼むぜ。展示してた最新型のカメラも盗まれちゃったんだって。風俗さんたち写真を撮る趣味があるのかな。ここの家は大切な形見を奴らに奪われたんだとさ。おっとと、聞かなかったことにしてくれ。っていうか、この人から後で直接聞いてくれよ。割り込まないでくれないか。
すぐに終わらせるから、すぐに終わら、おい、お前たち。ん？どうしたの？一言忠告しようと思ってな。いくら市長の代理とはいえ、お前たちはあくまで民間人だ。我々が調査している最中にうろうろしないでもらおうか。あ、なんですって？忠告というよりも警告ですね。部をわきまえろと言っている。そんなに調べたいのだったら我々が引き上げた後にするんだな。あまりわがままが過ぎるとまた牢屋に招待させてもらうぞ。うん、気にしないの、エステル。どうせ何もできやしないわ。虎の意を狩る狐とはよくぞ言ったものだね。何？何をやっているのかね。これは大佐殿。栄えある王国軍の軍人が善良な一般市民を脅すとは、まったく恥を知りたまえ。ですがこいつらはただの民間人ではありません。ギルドの遊撃士どもです。ほう、そうだったのか。だったらなおさらだろう。軍とギルドは協力関係にある。対立を煽ってどうするのだ。しかし自分は将軍閣下の意を汲みまして。やれやれ、モルガン将軍にも困ったものだ。ここは私が引き受けよう。君は部下を連れて撤収したまえ。しかし早朝から始めているのだ。もう十分に調査しただろう。将軍閣下には後で私の方から取りなしておく。それでも文句があるのかな。了解しました。撤収！派遣門に戻るぞ！さて、遊撃士協会の諸君、軍の人間が失礼をしたね。謝罪をさせてもらうよ。これはどうもご丁寧に。ま、こちらも挑発的だったし、お互い様としておきましょう。そう言ってくれると助かるよ。先ほども言ったように軍とギルドは協力関係にある。互いに欠けている部分を補い合うべき存在だと思うのだ。今回の一連の事件に関しても君たちの働きには期待している。失望させないよう、せいぜい頑張らせてもらうわ。なんかすごくまともそうな人ね。うん、誰なんだろう。大佐、そろそろ帝国ですが。おう、そうか。それでは諸君、これで失礼させてもらうよ。そういえばまだ名乗っていなかったな。王国軍大佐リシャールという。何かあったら連絡してくれたまえ。リシャール大佐ってどこかで聞いたことあるような。ナイアルさんが言ってた人だね。王国軍情報部を率いる切れ者の若手将校だっていう。あ、そうだった。軍人にしては結構話がわかる人だったね。年は30半ばくらい、ルックスも悪くないときたか。軍人より政治家に向いていそうね。はい、お前さんたち、今の黒服の軍人誰なんだ。
なんか見覚えがあるんだな。なんだ、顔は知らないんだ。ナイアルが言ってた情報部のリシャール大佐だってさ。な、何？おいおい、それ本当か？うん。本人がそう名乗っていたから間違いないと思いますけど。まさかこんなところで噂の人物に出くわすとは。こうしちゃいられん。ドロシー、追いかけるぞ。あいあいさー、よくわかりませんけど。あ、張り切ってるわね。インタビューでもするのかな。確かに記事にしたらウケそうな人物ではあるわね。うん。どうしたの？珍しく真剣な顔しちゃって。いや、今の大佐なのだが、なかなかの男ぶりであるのは僕も認めるにやぶさかではない。しかし、しかし、僕のライバルとなるにはまだまだ役者不足だと言えよう。より一層の精進を期待したいね。聞くんじゃなかった。その自信がどこから湧いてくるのか不思議ですね。さてと、兵士たちがいなくなったところで調査を再開するとしますか。さっき話を聞けなかった住民の人たちから話を聞くわよ。うん、了解。予想調べに行っても仕方ないわね。まずはさっき話を聞けなかった住民の人に話を聞きに行くわよ。さっき話を聞きに来ていた遊壁士さんたちじゃないか。あ、はい。すまなかったね。さっき
できなくて。それで、あんたたちも昨晩の話を聞きに来たのかい？はい、伺ってもよろしいですか？ああ、いいともさ。昨日の夜中のことさ、扉の外で何やら物音がしてね。私はこんな時間に亭主が帰ってきたのかと思って扉を開けて怒鳴りつけてやったんだ。だがそこにいたのは向かいの工房から出てきた覆面の男たちだったのさ。あの時ばっかりは心臓が止まるかと思ったね。もっとも向こうも驚いて北の方に逃げていったけどさ。なるほど、それが空賊たちだったのね。じゃあここのお宅は特に被害はなかったんですね。ああ、不幸中の幸いだったよ。一ついいかしら。ご主人が遅かったというのは酒場にでも行ってたということ？それだったらまだ許せるんだけどね。うちのは飲んだくれに加えて大のこれ好きときたもんだ。ん？あ、わかった。ズバリ釣りね。ああ、なるほど。そう、これがまた馬がつくほどの釣り好きでね。昨日もカサギを釣るとかで南の湖畔に行っちまったんだよ。しかもまだ帰ってきやしない。え、それじゃまだ事件のことは知らないの？その通りさ。まったくあの宿六、帰ったらただじゃおかないよ。おい、帰ったぞ。やれやれ、朝から粘ったのに坊主に終わっちまったよ。お、なんだ、お客さんかい？このすっとこどっこい。なんだってんだ、いきなり大声出しやがって。お客さんに失礼じゃねえかよ。失礼なのはあんたの方だよ。まったくこの大変な時にのんきに遊びほうけてるなんてさ。大変な時？実は。はあ、空賊による強盗ね。そりゃ大変なことがあったな。しかしこいつの怒鳴り声で逃げてったってのは傑作だぜ。空賊も災難だったよな。なんだって？落ち着いて、おばあちゃん。しかし夜暗に紛れて現れてどこかに消える空賊どもか。あいつの言ってたことがもしかして関係あるのかね。あいつ、どなたのことなんですか？ああ、俺の釣り仲間でな。南の湖畔にある宿屋に滞在してる奴がいるんだよ。そいつが宿屋の近くで妙な連中を見かけたらしいんだ。妙な連中？興味深いわね。詳しく話してもらえない？構わんが、言っておくがまた劇だぞ。なんでも夜釣りをした時に偶然見かけたらしいんだが、真夜中に宿屋の出口から街道に出た連中がいたらしい。しかも宿の人間に聞いてみるとそんな連中は泊まってないそうだ。それは
確かに妙な人たちですね。その宿、強盗事件とか起こっ…そういう物騒な事件は全く起きちゃいねえよ。静かで飯のうまい、なかなかおすすめの宿だぜ。なんといってもいい釣り場だし。肝心の強盗事件については手がかりはなかったけど、なかなか興味深い話が聞けたわね。うん、同感だ。特に宿屋の食事が美味だというのが気に入った。そういう話じゃないってば。ま、私も釣りにはちょっと心惹かれるけど、何も事件が起きてないんじゃ調べてみる価値はなさそうね。いや、それは逆だと思うよ。下手に事件を起こしたら軍に徹底的に調査されてしまう。逆に何も起きてない場所こそ空賊たちが現れる可能性は高い。そっか、そういう考え方もあるか。確かにこの一連の事件、軍にスパイがいるかはともかく、空賊たちは相当に抜け目がないわ。起きた事件を調べるだけでは連中を追い詰めることは難しい。連中の動きを読んだ上で一歩先を行く必要がありそうね。なるほど、守りより攻めの姿勢ね。それでは行こうか。リベールの真珠と歌われし麗しのバレリア湖のほとりへ。
お嬢様は連日夜遅くまでの勤務に加えて強盗事件への対応に追われています。体調の管理にはこの私が十分注意しなければ。
古墳の宿に向かうか。ならば町を南から出てアンセル神道沿いに行くがいい。バレリア湖の湖畔にある建物だからすぐ分かるはずじゃ。気をつけていくのじゃぞ。
今ミラノさんからボースマーケットの状況を伺っていたところですの。やはり飛行船の事件で大きな影響が出ているようです。皆さんは何かを掴んだって顔をなさっていますわね。わかる？まだ確実じゃないけど、ちょっとした情報が手に入ったわ。近いうちに何らかの報告ができるかもしれません。ま、空振りかもしれないけど、ちょっとの間待っていてちょうだい。ええ、皆さんには期待していますわ。どうかお気をつけて。